始まりましたよ。トンツカンツキン。ああ、怖かった、びっくりする。トンツ。大丈夫かなと思っちゃうから。山下の大声は。あれ、つなぎきずらダンスバージョンも上がってる。タックの日では絶対俺も。もしかしてあのつなげ絆のダンスバージョンが YouTube に上がってるの？え、マジで？それは絶対に見ないといけなくないですか？見ないといけないよ。なんだって？これあの某すぐ出るステーキのさんの合間のちょっとあのね、今リリーベの最中なんですけど、めっちゃうめえ、ね、会場に来れない方もいらっしゃると思うんでちょっと合間で食べるの、僕のジンソロリリースイベントを、特典を僕のモグモグタイムを見れるという、続かせていただこうか。いただきます。続きましょう。いただきます。今あの僕ら楽屋にいてて、メンバーが今それぞれおのおのに食べたいものを頬張ったりとか、あ、ごめん、あれ続きスタイルやった、ごめん、そうです、足りへんの？でも全然大丈夫です。大丈夫です。そんなに、そんなになんだ。ああ、なんで聞いてなかったんですか？やっぱそういうとこからやっぱ亀裂って入っていく。まあでも上手です。いやいや、リーダーなんで一個はやっぱリーダーかなと思ったの。あ、そっかそっかそっか。それはと、まあ、怒られちゃうんで。ランページじゃ当たり前のルールやな。そうそうそう、数足りなくてもやっぱりリーダーは一個、僕とかたくんで一個を分ける。まあいつもそうですもんね。年下が全部こう、うん、僕らは最後カバーするんで別に嫌な気持ちがしてるんで。なんぼ欲しいね。うわっ、うわっ、やばいよ、これもやばいよ、ランページのルールが困ったらお金で解決ってのももうランページのルールになってしまったから。皆さん、皆さん嘘ですからね、皆さん嘘ですから。これ、告白にできへんねん。この無茶修行したこの地で誤解されないように、嘘ですから、ね、こっちに置いたら、あれ、カード落としちゃった。お箸落としちゃった。大事なお箸落としちゃった。いや、なんか割と全方位に移した方がいいかなって、ある程度ちょっとショコトだけなんでね、移り込みだけ、移り込みだけ、まあ、うまそう、やばいね。こっちに立てかけて、こんな、でも鏡めっちゃあるんで。そっか、そうね、まあこうしとこうか。まあまあまあ、そう、後でまあみんなパワーしてくれる。あれすぎ、こうするのがベルト。そうね、うん、移り込みがある。もう楽屋いつもこんな感じですよ。もうキュンキュンです。そういうの慣れて持てますよね。うん、ポージングのレパートリー増えちゃうわ。増えますね、リリーベあるある。うん、じゃあここで話しましょうよ。めっちゃおもろいっすよね。何回この人差し指と親指をくっつけたか。もう多分指紋なくなります。この指ハートこれとこれが混ざる時がある。あ、混ざるスポーツ混ざるやん。鏡でファンの人も混ざってて、鏡で映り込むな。一回ちっちゃい女の子が多分ジンジン来たってやりたかったんだけど、ピースとガッチャンコしてこうやってはったちっちゃい子がめっちゃ可愛かった。かっこいい、かっこいい、なんか可愛いですね。可愛い、なんかちっちゃい鏡から鏡の映り込みでカズマ、ほんまや、ちっちゃい、めっちゃちっちゃい。奥にいるみたいな、もっと奥の奥。うん、そう、まさに起きた奥。じゃあステーキでイン踏んでください。ステーキ、食ってる。俺らはステージの上で常にパフォーマンス、ブレーキなんてかけないぜ。そんな感じでノンストップ。うちはまるでストレートアップのように進んでいく。い、内容薄っ。ステージの上でステーキ食って、そこがもうてっぺん。そのままなんか俺らはこのまま進んでいく。ストレートアップ。ちょっとやばかったっすね、うん、途中すごかったっすよね。ノンストップで止まってたの。ノンストップで一回止まった。ノンストップで踏んじゃ、踏まなかったから、もう変えるしかなかったですね。踏むよ。いや
ジュリーベ私服ですよ。私服私服私服の時間ですよ。えい。ジュリーベ私服の時間。うん。お。えい。えい。なるほどね。私服、はい、衣装は私服、うん、でも気持ちは私服。そういうことです。起伏が激しいメンバー一人。まあ、ミークはありませんけどね。ああ言っちゃった。言っちゃった。言っちゃってる。プロとしてどうなの。全スタッフさんが、うん、ビク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 、あ、やべ、危ない、あー、こけてる、換気扇映っちゃったか、いや、換気扇だけはまずかったかな。結構換気扇凶暴多いですからね。すいません、換気扇だけは本当にちょっとお詫びの動画出さないといけないかもしれないですね。換気扇映っちゃった、なんか誰の映ってます、換気扇が、多分換気扇が映っちゃったから、あ、やばい、俺らが逆にこの基礎話を隠すために喋る、あ、そうです、そうです、なるほど、え、そ、ね、それは暴くね、タック、昨日、まあ、あの、あ一人、うん、様子がおかしい人がいました。誰ですか。タックン行くわ、ジンさんらしいです、ジンさんいつもおかしいです、うわうわ、あ、オッケーオッケー、怖い怖い、うん、大丈夫大丈夫、今日はあの、うん、ホテルツインにしてもらおう、うわそれなんか怖、なんかちょっときついな。なんでやねん、ちょっとリアルでない、ジンさんのホテルの動画結構終わりましたね。ホテルの動画、なんかジンさん一人部屋のに一人でカメラ回して化粧水をこう遠藤さんがほほほい顔に塗って、グループラインのやつな、それをいきなり夜中とか夜に16人のラインに投稿して誰も反応しなかったっすよね。マジで反応せんの。急にジンさんふざけるスイッチ入るときあるね、夜。そう、でも結構あれ怖いね、みんなあの反応してくれへんときあるから怖いね。だから結構あそこに投下してんのってグループライン投下してんのって結構自分の中に自信があるの。確かに、うん、俺がキーして俺保存してますもん。マジで、はい、でもまあ、まあ、多分みんなのそのあ多分ライブ終わりやったなあの時も、うん、でみんなの一回やり火ついちゃうと終わらへんやん、昨日もそうやったけどさ、うん、昨日もすごかったですよグループラインが、もうあれにありまくってて僕ら。いつもそういう時は北ちゃんが意外と引き金なんですけど、寂しがってんすよ。だって飯場であれですよ、なんか多分 A と B かな、北ちゃんがご飯食べながらあのメンバーとビデオ電話しながら食うてたんですよ。あ、そうだ、かわいい翔平課題かな、うん、やばいな、僕のとこにはかかってきてませんけどね。うん、でもいつきにもメンションされてましたよね。最近会ってないなーって、うん、そうなんだ、会ってないんだよ、会ってないですよね。あのその写真を見て、うん、あの両機から DM が来て、なんか悪いことした人みたいですねって言われて、線が面に線が入ってたから、DM で、DM でわざわざ、本当に思ったんだよ。あの先ほどの一部名古屋一部あったかかったんですけど、多分夜また冷え込みそうなんで皆さん。うん、あの待機するときに気をつけてくださいね、まあ、各地それぞれこの時期はね、10月夜ね、うん、夜寒いですね、急に寒くなりましたね、あの中は ね、ライトであったかいんだけど、そうなんだよ、出た瞬間にそうそう寒ってなるから、寒ってなる、寒い、そう、昨日関西やったんで、その寒いをサブっていうっていうのを MC で話してて、たっくんはなんていうの、サモー、サモーあるわっていうの、いや同じ関西ですよ、サブでいいじゃん、いいじゃないですか、サブって言うの、サブって言いますよ、いや、かわいそうですもんな、だって肌寒いですな、あれ肌寒いな、え、なんて言いましょう、岡山は酸味、あー、わやさみー、わやさみわやがいい、わやさみが、わや、わやさみか、ボレさみ、え、なんで、ボレさみ、ボレさみ、ボルダリみたいな、そうだ、なんか英語っぽいよな、ボルサミーが今
って。すげえ。いかついっす。女の子もそれで言うの。言いますよ。でもなんか結構よくない、なんかギャップというか。わやさみ。ああ。いい。わやちゃん。なんか。ちょっと小走りしてほしいですね、そういう。ちょっとこう、すくめながら。すくめながらね。わやさみ。今日わやさみだ。で、このジャケットをこう、肩こう、こうやってやってあげて、こうやって。そうか、おやさみか、つってその人は感じてないんですね、サムさんあの、この状態あ、そうか、そうか半袖だよ、半袖だよリュウセイいるよリュウセイバリのリュウセイじゃないですかタイから見てくれてる会いてぇな、ちょっとバリしてきた、さすがにな今日は会ってないんで会ってなさすぎメイクバッチの時イムニだ写真撮らせてください。それどこ、誰がどこで見たっけ、はい、まあどうかと思ってあ、ここで見えんの本当訴えかけるギャンサミーわやはちょいヤンキー系が使うやついや、そんなことないんだ、多分地方によるやろな、そのエリアあそうね、エリアからエリアによるやろなおい、イエーイエリアからエリアエリアからエリア、ぽっわエリアからエリア。ジン君、うん？何もないし。何もないということがあるのやろ。危な。危な。そう、小田先生の。思い通りに全部言ってるっていう言葉あるんですよ。あ、知ってます結構。え、小田栄一郎さん。あ、そうです。その思い通りに行かないと言って、あ、知ってるわ。思い通りに行かなかった場合、それは思い通りになってるんですよ。分かります。この世の中は思い通りに全て言ってるらしいんですよ。自分が思うように。言ってるやろ。そうです。なんでこれはやっても思い通りに行かない。絶対無理だ。挑戦するじゃないですか、で結局、まあ、すごい難しい挑戦で、惜しくも残念だった場合、ほら思い通りにいかなかった、思い通りになってる、思った通りなんですよね、全部深すぎるっていう言葉、確かにカズマ君言うもんな、オーディションの時でもな、思った通りになる、全部そうです、引き寄せの法則だから、あ、いや、なんか、通りになってましたあの、タンスに小入れるってないなとかなったらね、ぶっつけたりするじゃないですか。あ、ほんまになったわ、確かに思った通りだったってことは、俺は今週の筆箇所絶対いらないよ筆箇所の話すんなでも、どっかで当たらんかもっていうのがあるから、結局もうその思った通りだったあ、そのビクターも勝つって思ってたらいいと思うだからそれって言いてなんか学生とディベートしてなんかディベートの授業なかった学校の時なんか大好きやった机こうやって動かしてじゃあこっちありありの人なしの人だじゃあ始めてくださいどうぞみたいなえじゃあなんで学校に見やすい学校が必要なんですかっていう話になるいやでもみたいなやってたなたっくんとかもう秒でボコボコにできやめろよボコボコとか言うなあんまりディベ概念みたいな感じでしょ意外とでもそれ好きっすけどオリエンテーションみたいなえ、あれですねあの意見が違う年で集まって、いやそう俺は分けたことなかったけど同い年には強いですね多分ああ、確かに同い年そうかなだって開口一番そもそもってそっから始まったもうこれがすべ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 してんねんすべすべなんかで止めたなんか止めたすべ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 止まれてよかった4文字だったらいけるっすねやばいやばいじゃあもれっつうん流星が焼肉食べたいってみんなで行こうよカズマとか一緒にな帰ってきたら流星ああ流星うんポジュ俺の馬券が当たったら俺はいやいや当たらなくても行ったれよ当たらんかったらごめん無理やタイでも考えるよタイゲームしてんのかな最近あそうかみんなその辺の交流があるの持ってきたのかな
そりゃもう持っていってるでしょ、リュースはさすがに。リュースやってるからさすがに。あんなゲーマーだったら。パックンうまいんだから。うん、それもそうっすね。リュースうまいですから。今から行っていいですか。あ、でもどうなんやろ、あれが皆さん会いたいですね。仲良くしてな、向こうでもいろいろ大変やと思うけど、仲いいのが一番やからね、うん、ファンの子大事に、うん、どういうファン層なの気になるのか、うん、皆さん YouTube 見てくれました、つなぎ絆。うんちゃ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 うん確かに。せっかくやから明日岡山やね。つなげ絆。岡山です。はい。うどん食べよう。うどん屋。はい。ああ。6人前ぐらい取る。さっきジャンプジャンプ。自分で戸隠レストラン。戸隠し？ここまこちゃんのぶり。戸隠し？戸隠しですか。戸隠れ。あのそばもらったじゃないですか。ああ。そう。あれ。いいえ、4人前作って。やばっ。大食いな。さすがに。あった。あった。ポテトでも買いなんか。ポテト。こっから僕。トントントン。トン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 。癖強っ。耳当ててね、ここで。確かに。間違えた。で、こっからがデュー。トトトン、うん、ちなみにこれは振り落とし200回ぐらいでやりましたからね、うん、一気にやりました。高いよ、ジンさんがマジ一番覚えるの早いです。うん、なんかラジオで俺が息添いでるとか言うたらそれこの知ってんぞ俺とカズマの出たやつ、うん、ザキレナさんやな。そうそう、俺も一回出させてもらった、ラジオ誰かな、あの人めっちゃ頭いいもん、ほんまに早いですよ。で、ここ返せるんだよな、うん、それこそ覆面 D を撮影するときに振り付けどこにするっていうラインしたんですけど、うん、撮影終わって見たらライン100件ぐらい溜まってたで、見たらもう1個しか空いてないんですよ。もう確定やないかいと。ごめんよ皆さん、しかももう間もなくらしいっすわ。あ、え、そうか、そんなか、はい、サンタがすみません。あ、そうか。じゃあ、すみません、またやりますね。会場に来れない方も、ぜひ MV とかいろいろ見て、ライブまでちょっと待っていただければと思います。また、多分これ残しませんので。僕、菊花賞はボルドグフーシュが勝つと思います。